よし、はい、始めまーす。皆さんおはようございます。今日の動画は、これです。じゃん。映ってる？映ってるよ。アップルのエアタグ。アップルのエアタグ。こうなんかね、囲碁の駒みたいな、こんなやつ。これ電池が入っていて、要は、忘れ物を見つけてくれる。ね、追跡はしてくれないかな。忘れ物を見つけてくれるエアタグ。ね、もう2年前ぐらいから発売されてて、つい最近僕も興味を持ってね、これをね、購入することにしました。これ、最近高くて、4700円くらいで1個。ね、ちょっとないのか、前は3000円台で買えたらしいんだけど、これね、まあ、ちょっと話はそれっけど、これ、追跡装置じゃないんだよ。忘れ物発見タグっていうのがね。ははこれいろいろテストしてみたんだよ。滝さんにも協力して、これを持って逃げてもらったりとか、自宅に持っててもらったりとかしたんだけど、ダメね。あくまでも、どこに置き忘れちゃったかなみたいな、それを見つけてくれるっていう感じなんだよ。だからね、リアルタイムにこうね、動いてくのをね、追跡できないんだよ。え、うん、そうなの？追跡できない。追跡できれば犯罪とかにも使えるじゃん。例えば気に入った女の子のね、バッグに忍ばせて追跡したりとか。なんだけどね、もう全く自分が使った感じ、この田舎の地方のね、上越市だとね、位置が特定するのにね、8時間後とか。え、うん。しかも滝さんは iPhone ユーザー、うん、その滝さんが持っていても8時間後とか、まあ早い時は1時間後とかなんだけど、そうなんだ。うん。どうして1時間後とか8時間後とか翌朝とかになるのかはちょっと不明なんだけど、うん、まあどっかのタイミングで iPhone ユーザーさんの Bluetooth を経由して僕に位置が特定できましたって言って、iPhone のなんだっけ、純正アプリの探すってやつね、うんうん、友達を探すとか持ち物を探すって、うん、持ち物を探すのところにこの子いるんだけど、まあこれはね、追跡装置に使えない。でね、自分の Bluetooth 圏内から外れて3日後にタクさんの自宅で音出す。ビビ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 ビ、うん、そしてタクさんは、あ、なんか俺の近くにエアタグがあるっていうのがわかるみたいな。なんか場合によっては、その iPhone 持ってる人の、ところにね、あなたの近くにエアタグがありますよっていう通知も来るらしいんだよ。そうすると良心的な人はなんか近くにエアタグあるみたいでピュッと探してみたら、あ、ここにあった、あ、この間友達の誰々さんの鍵だわ、うん、車の鍵だわとか自宅の鍵だわみたいな。要は忘れ物を発見すること以外は基本使えない。へえ、うん。だけど追跡しようと思えば、リアルタイムじゃないけど、ね、一日待てば、その人が iPhone ユーザーとか、周り近くに iPhone ユーザーがいたら、位置は特定してくれる。うんうん、だから、例えば缶の内をね、教えてくれないから、これあれば缶の内を特定することもできるけど、リアルタイムじゃないから、うん、時間がかかる。その日に行って、どうのこうのってのはできない。うん、そうだね。ただ、音出すのが3日だから、うん、3日以内に回収すれば、あ、回収すれば、好きな、気に入ってる子の家を特定できるかもしれないけど、回収できなかった時にはバレる。あ、私にエアタグが、なんか付けられてるみたいな。音鳴っちゃえばバレるもんね。そう。まあそういうね、悪いことに使おうとしても、なかなかうまく機能してくれないし、そうじゃなくて、まともにね、自分の大事なさ、車とか、バイクとかに仕込んで、いたとしても、
盗まれてもすぐわからないんだよ。あ、そうなんだ。いや違うな、盗まれた直後はわかるか、自分の Bluetooth 圏内から自分は動いてないのに、うん、これだけ動いていくと、うん、離れましたよっていう通知が来るんだ。はあ、ははあ、うん、確かね。そうするとその時にすぐね、自分の車のところとかバイクのところに行けば、うん、ないでも、そのタイムラグがね、1分でも5分でもあったらもうないんだよ、うん、ね、走り去らんてるよね。走らない、あ、もうダメだ。で、これが例えば、隣の県のね、200キロぐらい離れたところで、ちょっと滞在したと、動かない。うんうん、そしたら、数時間後ぐらいに、あ、俺の車今富山県にあるとか言って、一応、まあ、特定できる可能性はゼロではないかなっていう。だから、そう考えると、あくまでも忘れ物をしたりとか、どこにしまっちゃっただろうみたいな、自分の鍵とか財布とかが、あれどこ行っちゃったやーとか言って、たまにあるじゃない。なんか一週間ぶりにさ、あれ使おうと思ったら、あれどこしまったっけなとかなるじゃない。そういう時に iPhone から音を鳴らすボタンプッてやると、ピピ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 って言って、あ、あそこに俺しまったんだって。何個までできるのそれ？え？何個でもできるんじゃないの？あ、そう。100個とかでも。じゃあみんなそこら中で、そこら中みんな忘れ物してればみんなあれだね。え？自分ででしょ？うん。財布、鍵。うん、そう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 。なんとかなんとかなんとかって10個、うん、10個、20個つけてれば、鳴らすって全部そこら中鳴る。違う。それぞれに名前を付けられて、あ、タグ1、タグ2、タグ3とか言って、あ、だこれは車の鍵、うん、これは家の鍵とかって、みんな名前付けるから、iPhone の方で、どのタグの音を鳴らすか選べ。一気になるんじゃなくてね。一気になるんじゃない。一個ずつ鳴らせる。だよね。うん。だから、本当忘れ物専用だよね。へぇ、うん。どこにしまったっけな、うん、みたいな。で、まあ、エアタグはそういうものなんだな、うんうん。追跡装置とかには使えないし、自分の車とかバイクにつけたところで、うん、まあ、特定、もう、全く足がつかないっていうよりかは、見つかる可能性が少し、うんうん、かっこいいね。やっぱ iPhone、あ、Apple だよね。Apple 製出来がいいよね。めちゃめちゃかっこいい。これなんか電池を入れると、電池がね、CR2032 の電池が1個入ってて、10ヶ月か1年近く電池が持つらしい。だから、よく忘れがちな持ち物とかに、これ、忍ばせとけば、くっつけとけば、見つけられる。へぇ、だから忘れっぽい人は。いいね。いいかもしれない。1個4700円くらいで。車の鍵につけておくのいいね。そう。ね、だよね、うん。例えば、車の鍵だったら、外で落としちゃったりとかね。うん、ね。そういった時に、位置を特定できるし。うん、最初はね、マップ上に、何キロ先とか、10分前に特定できたとか、うん、8時間前に特定したとか、ね、うん、ちゃんと出る。うん、で、マップ上に出るんだよ。だからそこへ行くと、今度自分のね、Bluetooth 圏内に入るじゃない、近づくと、うん。そうすると、矢印で、こっちとか、あっちとか、案内してくれる。案内してくれる。だから、こうやって iPhone 持ってこうやって動くと、あ、もうちょっとあっちだなと思って、こっち側から行くと、あ、こっちだ、こっちだ、って行くと。携帯につけててさ、じゃあ、携帯にもつけてるじゃん。つけてさ、うん、携帯なくしたらどうする？携帯なくしたらもう見つけられないでしょ。だって自分の携帯とリンクしてるから、自分の携帯なくした時は、まず友達の、iPhone で、友達を探すで、まず携帯を見つける。そっからだね。そっから。いや、これと携帯をくっつけとくのは意味ない。意味ないか。携帯以外なものにつけとくっていう。いいね、でもね。まあまあまあ、うん、忘れ物防止でね、いいかもしれない。うん、めちゃめちゃいい。ねえ、うん、で、これさ、追跡装置でいいなって思ってたから、うん、買うまで気がつかなかったんだよ、うん。なんだけど、まあ、これって、防水じゃないんだよ。そうなの？もう、雨に濡れたら一発ショートみたいな。へぇ、ほんでね、このエアタグ用のキーホルダータイプだったりとか、
まあ、それぞれいろんなのが、こうケースがある。だってこのまま車の鍵につけられない。うんうん、おね、貼るかなんかしないし、うん、で何かしらケースがないと、これは使える、うん。このままバッグにストンと入れとけばいいけど、ポロッと落ちる可能性もあるじゃん。だから、何かしらケースがいい、うん。はい、そこで今日の紹介するのが。テケテケんだね。そこで今日紹介するのが。はい、何でしょう。これでーす。おーい。これはね、はい、あの、アマゾンで販売している、ロボロビン。ロボロビン。ロボロビンっていう会社なのかね。そこから出ているエアタグのケース。ロボロビン。うん。エアタグ用マグケースみたいな。これがね、防水なの。いろいろね、調べたけど、エアタグをね、防水にするケースってないんだよ。あ、そう。ないんだよ。キーホルダーにするやつはあるんだけど、防水にするケースがないんだよ。唯一これだけが、唯一無二の防水ケース。で、取扱説明書が入っていて、まあ、なんてことないんだけど、これがね、もう一回開けてるんだけどね、もう一回箱にしまってね、今開封しましたみたいな感じだけど、これ、キャップが二つついてるんだよ。キャップが二つついてて、でね、ここにね、シリコンパッキンがついてるわけよ。はいはい。で、なんかさ、コンタクトレンズのケースもこんなんじゃん。同じだよね、うん。漏れないっていう感じ、ね、漏れないじゃん。うん。あれのエアタグのサイズに作り直したみたいな感じ。で、こうやってしとくと、もう全く水が入らない。すごいね、うん。コンタクトレンズ。それで、これで、コンタクトレンズのケースと違うのは磁石がついてて、うん、ここに、こうやって貼れるん。へぇ、うん、だから金属のところに、うん、車の下だったりとか、天井だったり、車に仕込んだりとか、バイクに仕込むときとか、車は室内だったら、まあ、濡れないじゃん。でもし、車の外に貼るとか、ね、缶の車を追跡しようと思って、室内には入れられないじゃない。それ外に、悪いときにね。マグネットは強いの？マグネット結構強いよ。へぇ。もう、相当強い。まず落ちないわ。どれどれ、はいはい、俺が持つよ。あ、強っ、うん、十分強いでしょ。めちゃめちゃ強い、強いよ。そうで、これに iPhone を、 iPhone じゃないわ、 AirTag を仕込んでこうしておけば防水で、うん、例えばバイクのフレームにつけとくとか、うんうん、できると。で、磁石じゃない場合は、うん、磁石じゃない場合は、ここに 3M の両面テープがあるから、はいはいはい、ここに両面テープつけて、うん、まあ、これで貼ってもいい、ね。ただ、取るのが大層だから、うん、まあ、磁石でつけるっていう感じだよね。まあ、磁石なければ貼りゃいいだけだけど、これは磁石があるから、どっちでも使えるっていう、うん。だからね、防水、外でこのエアタグを使うには、もうこれしかない。これ必須。で、これ音を結構ピピピピピピってするんだよ、うん。これ入れるとね、やっぱり多少密閉されるじゃん。うん、音聞こえないかなと思っていたけど、しっかり聞こえる。だからやっぱりね、悪いことには使えないんだよ。いいね。うん。これがね、アマゾンでね、1300円か400円くらいだったかな。へぇー。こんな感じかね。ロボロビン。もう防水のエアタグケースって検索するとこれしか出てこないから。へぇ、うん、こういうまた、コンクリート色に作ってあって、目立ちにくい。そうだね。うん、車のボディとか暗いところに置けるね、うんうん。これ白いところにつけたらさ、もろバレるとかさ、うん。まあバレるとかバレないとかさ、言ったって、そもそも追跡しないから。そうだね。あれなんだけど、ただね、僕はね、バイクに仕込もうと思うのね。うんうん、万が一のためにね。例えば、これバイクに、まあバイクってほら、防水なところないじゃん。うん、どこにつけたって雨に濡れるじゃん、うん。だから、一応シートの下とかに貼って入れとくけど、うん、やっぱりケースに入れとけば安心だね。安心ですね、うん。で、
多分なんだけど、これから試してみないと分からんけど、うん、例えばツーリングで宿に泊まるじゃん、うん、で宿のさ駐車場にバイクを置いとくじゃん、うん、で自分が Bluetooth 圏内だとすれば、うん、常にね、自分の近くにありますよ、うん、だけど夜のうちに盗難にあったとするじゃない、うん、そうすると一応通知が来て、それで気づけば、うん、慌てて宿から出て、うん、俺のバイク何やってんだよ、うん、ってなるけど、盗まれた後でもログが残ってるから、うんうんうん、何時何分、何日何時何分に動き出したとかさ、うんうんうん、そういうのも調べられるから、まあ、いつの段階で自分のバイク移動されたとかぐらいは特定できるよ、ね、まあね、気づかんで朝に迎えればね、うん、遠いとこまで行っちゃうもんね、もう一日で、ね、離れたら一日時間経ってはどこ行っちゃうか分からない、そうそうそう、だけど全く分かんないってよりかは、うん、全く分からないってよりかはこれがついてることで、うん、あ、今富山県にあるとか、うん、沖縄まで行ってるとかさ、うん、っていうのが分かる、まあそうだよ ね、それ警察電話すればすぐあれだよ ね、解決、ただ3日後に音出すんだよ、うん、音出したら盗んだ人が、あ、これエアタグついてんな、うん、やっべ特定されたかもしれないっつって探したら、うん、あ、これついてたわって言ってプシャって捨てたりとかプシャって壊して違う人の車につけてね、あとかでも ね、うん、そうだよね、うん、そうだね、壊すよりかは人の違うところにつける、うん、また移動していくもん、ね、そう、そっち追っかけていけばさ、悪だね、あ考えるよそういうの、悪だね、俺壊すことしか考えてなかった、映画とかでやるじゃん、あるじゃない、あ、ほんと、あ、人に違う人につければ違う、また違うところに移動するから、そのね、見つけにくくなる、そう、追っかけていく人はそっち追っかけていっちゃうそうだわ、反対側逃げていけばいいんだもん、あーそうだわ、こんなん言っちゃダメだね、あ、さすが関東防災だよね指名手配者だもん、ね、違うわ、ハッタなんとかって言って知ってる、知ってる知ってる、あれ関ですよ、違うわあの整形してさ、あのバイク引き殺したやつでしょ、2人引き殺したやつ、ね、今もまだ捕まらない、ひどいよね、でもあの人特定したらさ、懸賞金もらえるわけでしょ、ああそうだそう、だけどさ、いねえよ、いないいない、死んでんじゃない、わからんね、張った容疑者ひどいね、ほんと、ま、俺ねちょこちょこ気にしてんだけどね、うん、どこにいるかわかんないもんね、似てるようなやつとかさ、うん、かっこいいね、かっこいいよね、うん、で、これ僕のね、チャンネルのね、この動画のね、概要欄にリンクを貼っておくので、そのリンクから購入した人はね、なんと 10% オフで買える。すごい。そう。なんかね、うん、これ案件なんだよ。これがね、だから、うちの動画を見て、購入、リンクから、概要欄のリンクから購入すると 10% オフで買える。だから1100円くらいで買えるのかな。あ、本当、うん、欲しい人はぜひ、ロボロビンさん。これはね、質がいいよ。うん、なんかほら、中華製のさ、安いさ、なんていうの、なんと精度の悪い、品質の悪いものじゃなくて、パッキンもさ、二重だよ。この内溝パッキンと、蓋、キャップの外パッキン。わかる？うん、わかるわかる。こう外パッキンと、内溝のダブルパッキン。うん、だからまあこれギャッと締めとけば多分洗濯しても大丈夫、そうだね、うん、ここに載ってるもんね、説明書でも、ほんですごいプラスチックもね厚いから、うーん、試してないけど車で間違って踏みつけたって、うん、このケースに入ってれば壊れない、ね、そうだね、間違って落として像に踏まんでも大丈夫だね、うん、すげえ硬いしね、へえ、うん、ね、大ハンマーかなんかで叩きつけない限りは、うん、うん、まずあれだね。そうだね。うん、バイクでベーッと走ってて落としてさ、国道で象に踏まれてもいいよね。うん。象なんかいないいないか。象いないいない。これ今いない。象か。確かにそうかね。いやいや、象いないいないか。ごめん、突っ込んでほしい。さっきから3回くらい言ってた。2回言ったのよ。突っ込んでほしいなと思ったんだよね。やっと象なんかいないか。G ショックじゃねえんだからって。本当だよ。
や、だから、自分の所持品とかじゃなくって、うん、例えばさ、彼女がさ、バイクで出かける、車で出かけるって言った時にさ、うん、これ一応置いとけばさ、もし、うん、まあ、彼女がさ、うん、どっかでトラブっただとかさ、うん、なんかしてもさ、位置情報がさ、すぐ来るわけだ。うん、だから待ってろよ、今すぐ行くから、うん、お前の位置分かってるし、みたいなさ、優しさでもある、うん。それにはやっぱりさ、丸裸だったら、どういう状況かからないじゃん。事故起こして、これが故障しちゃう可能性もあるじゃない。うん、でもこれに入れて仕込んどけばさ、まあ、少々な事故起こしたって、うん、まあ、これがね、車と車に挟まらない限り、ガシャーンってならない限りは、絶対エアタグは故障しないし。そうだね。うん。やっぱそういう、なんだろう、防水もそうだし、用語のことに関しても、うん、このケースはいいよ。強い。ただ、このケースは磁石か、マグネットでしか、あ、磁石か、両面でしか、つけらんないじゃない。うん、これにさ、例えば、ちょっと、こういうね、錠前みたいなリングがあればさ、うん、これで、なんだろう、バッグにつけるとか、うん、なんかできるけど、うん、まあ、それはちょっとないね。そうだね。うん、な、どういう意味で、まん丸で、うん、こんな強固な磁石付きで、こうなのか。なんか、追跡のために作られてるっぽいよね。そうだね。防水で強靭で。で、磁石がつかないところは両面で。これは明らかに。車の下につけと、ね。車の下とか、まあ、そういう感じするけどね。あと、自転車とかだって、ほら、10万も20万もするさ、自転車もあるわけだ。サドルの椅子の下にさ、うん、こう貼るとかさ、磁石でつけとくとかすれば。今、盗難多いしね。多いしね。ねえ、バイクとかでもね。うん、ね。でもまあ、自転車の場合はちょっと隠し場所があまりにも目立ちすぎて、うん、このペロッと取れば、うん、あれだけど、一応ね、隠せるところに、あ、あとほら、最近流行りの電動バイクとかさ、うん、高価じゃない。うん、だ盗まれる可能性もあるから、そういうのにね、そうだよね、保険のためにつけとくとかね。うん、まあでも、もっと精度のいいのがさ、うん、例えばさ、損害保険会社からさ、うん、あるよね、知ってる。うん、ある。位置特定、GPS、ね。うん、誰車につけとく、こんなようなやつだけど、つけとくと、あの、事故起こしたところの所在地が全部わかって、うん、あれ、位置情報が来るんだけど、まあ、そういう保険のやつもありだよね。あ、ただ、毎月500円だとか、そう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 、保険料金が上がるんだけど、うん、これは、一度買えばただ。そうだね、うん。で、そんなにリアルタイム GPS じゃないから、なんだけど、うん、まあ、彼女のためとか、うん、自分のためとか。まあ、家族のためとか、ね。家族、お父さん、お母さんのためとかね。うん、に、やっとけば、なんか、万が一会った時にさ、うん、今、まあ、どこにいんだね、場所どこだねって言ったって、わかんないかもしれないじゃない、うん。パニックになってて。ね。まあ、そういう時にさ、パッとこれでさ、うん、あ、ね、お母さんの場所特定できたし、うん、今から向かうわ、って言うこともできる、うん。ね、iPhone にしか対応しない。Android はダメなんだ。ダメなんだ。あ、まあ Apple だしか。Apple だから、ね。だけど、自分の iPhone 以外で iPhone ユーザーがいれば、その人が助けてくれて、特定する、うん。電波をこうって経由していくの？そう。勝手に人の iPhone の Bluetooth に入り込んで、うん、で、ネットにつないで、そして、僕のところに位置情報が飛んでくる。アプリを。お互いやってるわけじゃなくてね。自分の携帯1台と、それで。じゃないんだ。じゃなくて、うん。私、部屋の中の忘れ物だって言ったら、うん、自分の Bluetooth の圏内。だいたい Bluetooth20 メーターぐらいだと思うんだよ。だから、ほぼ自分の携帯で見つけることが。で、うん、家の中だから、うん、でもひとたび家から出ちゃったら、うん、人の iPhone をかの力を借りなきゃいけない、うん、人の iPhone の力を借りる、みんな持ってるしね、大体持ってるじゃない。で、タクさんなんか iPhone ユーザーでありながら持ってるのに8時間後だしね、特定マジかよって、これ全然追跡使えないじゃんかみたいな、そんな感じ。そっか、まあ、わざとだと思うよ、うん、まあ、なんかソフトウェア上ね、意味あるんだろうね、うん、なんかね、あの追跡できないようにわざと感度を鈍くして、うん、ね、特定時間を調整してるんだとアップルは思うよ、うん、でなければ完全に犯罪に使われちゃう、うん、それこそ
上越市にあるパトカーにみんなくっつけときゃさ、パトカーの位置を特定できてさ、そうだね、逃げることもね、 GPS と同じ扱いですればね、だもんね。だそうはできないようになって、一回事件あったじゃん、都内でさ、調べたらパトカーにみんなこれがくっついてたとか、その時このロボロビンのこのケースに入ってたかは知らないよ。そうだね、だって防水だから、アマゾンで調べる限り防水はこれだけだから。すごいかっこいいね。でもね、かっこいいよね、かっこいい。なんかね、鉄はこのケースじゃなくって、普通のあのなんだっけ、ジップロックみたいな袋に入れて、バイクにガムテープで貼り付けてる。そうだったらそっちはいいね、間違いなくね、こっちの方がかっこいい、かっこいい。まあでも別にジップロックでも十分防水効果あるけどね。ただ対衝撃性はないじゃん、ジップロックは。でもそこのそのケースに入れておけばさ、ずっとそれのままでいいじゃん。そう、ずっとこのままね、取ると簡単にね、今日あのバイク、今日この車とか、そうジップロックだとまあ見栄えもね、そうよくないしね。あとね、これのね、エアタグのね、最大の使う、最大のメリットっていうか、エアタグのね、まあ、このケースも当然入れての話なんだけど、この間ね、お客さんでさ、新潟市のデパート行ったんだって、であっちってさ、なんか駐車場がめちゃ広いんだよ。デパートのさ、屋上駐車場もさ、3階、4階あるんだよ。そんでね、どこに車止めたっけなって言って。ある。半日探したって、自分の車。ある、俺もある。ある？ある。俺あんまりそういうとこ行かないからあれなんだ。あるよ。何階の A のなんとかとか、あ、B のなんとかとか、自分で止めたの覚えてないんだよ。覚えてない。車から降りた時は、よし、A の3の35とか言って覚えてないけど、買い物終わって帰ってくると、全く。忘れちゃうんだよね。わかる。あれ？みんな同じ作りじゃん。そうなんだよ。一階も、あ、一階っていうか、3階も4階も5階も、そう。間取りが全部一緒で、また止まってる車もさ、階段降りた記憶だけど、何回降りたかってのが覚えてない。ね、その時にさ、これ自分の車につけとけばさ、すっげえいいね、それ。自分の車の場所がもう、矢印で、ああ、こっちだ、あれだそれいいね、いい。俺多分ね、最大のね、メリットはもうそれだと思う。車の駐車場所を特定する。それいい。しかも人の iPhone 使わんだって、駐車場行けばもう、Bluetooth スキャナーに入るから、自分の車が得点。でもさ、こんな上越市のさ、地方のさ、スーパーだの、ジャスコなんかさ。わかる。いくつかないだから、駐車場。何列目だったかな、たまに1列目か2列目間違えて、ね。そう。だけどさ、2列目行けば、ああ、1列目見えるじゃない。わかる。だけど、都会に行くと、やっぱりね、例えば俺、どこだったかな。どっかさ、観光地、石川県、金沢とか。そう。そうそうさ、でっかい。どっかの有料パーキングに止めるじゃない。どこの有料パーキングあるよ。あるでしょ。すっごい歩いたことある。ねえ。また歩かなくちゃいけないからさ、失敗するとさ、もうテンションめちゃ落ちるじゃん。あ、このパーキングじゃねえかってなるじゃん。あるある。ねえ。それこれ仕込んどけばさ、まず間違いないよね。ほんと、だだっぴろい駐車場で、手前に止めたか、奥に止めたかも覚えてなくて。ねぐるぐるっと回ったことある。軽井沢のショッピングモール行って。ああ、軽井沢のショッピングモールも駐車場だらっ広いもんね。どこ止めたか覚えてなくてさ。夏の炎天下で。いや、だよね。いや、そう考えたら、これでしょ。いいね。もう多分ね、忘れ物防止タグっていうのはもうまさに、そのためだと思うよ。車の鍵とか財布とか言うけどさ、あんまり忘れることないと思う。決まったとこに置いとくよね、大体ね。そう。で、離れることもないじゃん。財布置いてどっか行くこともないし。だけど、車っちゃやっぱ離れるじゃん。だって駐車場に止めりゃさ、買い物行けて離れるじゃん。やっぱそれ用なんだよ。いいね。最大のメリット。そして、壊れない防水。このロボロビンさんのこのケース。うちのチャンネルから購入すると、ただいま 10% オフで購入できる。もう絶対買うべき。いい。うん。デザインがかっこいい。まあ、この地方とかだってあれだけど、ちょっと長野県の、ね、都心じゃないよ。あの、市街に入るとか、ちょっとね、観光地行くとか、あるじゃない、これからまたほら、ゴールデンウィークとかさ、お盆、観光地行くじゃない、車で。そして、やっぱ、いっぱい車がごちゃごちゃしてるじゃない。荷物もこう持ってる。
パパ、車持ってきてとか言ってさ、パパがさ、歩いてあっちじゃねえ、こっちじゃねえ、どこだってなるじゃない、車。そうだね。うん、それあれだね。裸のままで置いとく、うん、入れとくよりさ、そこに入れてさ、うん、例えばダッシュボードのちょっと端っこのとかさ、うん、置いとくとか ね、あの両面テープでくっつけとけば別に見栄え悪くないもんね。まあ、これケースに入れて、うん、ダッシュボードに入れるとか、あのドアポケットに入れるとかでも、うん、何でもいいわけだ。まあ、大体ピラーって鉄で出てるから、うん、そこにパチッと貼っとくとかさ、うん、そうだよね、見えないとこ置いとけばね。ね、逆に見えるところに、これ何も見えにくくてさ、エアタグとかも書いてないけど、うん、ここにエアタグだよっていうステッカーを貼って車に見えるところだと防犯になるね。あ、この車追跡されてるわ、うん、つってなるじゃない。それもあるわ。ね。何よりもとにかくね、裸で置いとくほど怖いものない。壊れるかも、うん。そうだね。だから何かしらケースにやっぱ入れて、うん、こういう硬いね。うん、これめっちゃ硬いんだよ。うん。で、車に仕込んどけば、うん、まあ、防水だし、壊れないです、うん。で、これから行楽地に車でお出かけする前に、うん、これを購入して、エアタグも購入して、うん、ぜひマイカーに取り付けて、うんうんうん、ね、パパ車持ってきてって言ったらもうパパの威力発揮、うん、もう一発でその自分の車にまで行って、うん、すぐ取って、すぐ持ってきて、うん、お母さんがこうやって子供たちに お土産持って、あ、来たすぐっつって、うん。それが去年の夏はさ、パパ、いつまで来ないのって言ったら、あ、そう。それ以外でさ、ね、いや、車さ、探してさ、あるある。ね。その防止のため、うん、もうこのケースとエアタグをセットで購入してください。アマゾンで、ロボロビンのこのケースも買えるし、エアタグも買えるんだよ。うん、そうだね、うん。そんな高くないもんね。高くないでしょ。うん、この夏の行楽地のさ、もう、なんつの苦労を考えれば4700円くらいのエアタグと、うん、まあ、合わせて5000円ちょっとだもんね。まあ、前ずっと使えるからさ、うん、ね、エアタグなんか壊れちゃったらさ、うん、また買わんくちゃいけないけど、このケースに入れとけばまずエアタグは壊れない、うんうん、間違いない、うん、ちょっと手滑って落としたくらいだった、あ、それは、まあ、そうだね、壊れないでしょ、うん、それは言える。車のボディにこうやって、うん、ね、でここにエアタグみたいなシールを貼っとけば、うん、防犯にもなるし、うん、ね、自分の車探すのも楽だし、いい、ね、あのエアタグの使い方とか YouTube でいっぱい2年前ぐらい、うん、もう今最近出てない、うんうん、俺ぐらいでこんな説明してるの2年前ぐらいに発売されて、うん、バージョンもどんどん変わってるから、あのアプリが、うんうん、最初はさ多分追跡にもできたんだよ、うん、でそれを追跡できないようにソフトウェアをね、バージョンアップしてって、今はもうほんと純粋に忘れ物防止タグっていう感じだよね、うん。うん。なんかスピーカー取り外して音出ないようにはできるらしいんで。あ、本当？へえ。単純なの。パキッと蓋開けると、スピーカーのコイルがあって、うん、配線プチッと切るだけで。音鳴らない。音鳴らない。へえ。で、音鳴らなくなったって、通知は入るから。うん、うん。で、俺が缶に仕込むじゃない。うん、3日後ぐらいに、缶のところに、あ、俺のところでエアタグ隠されてる。音は出ないんで気づかないけど、うん、通知は入る、うん、気づく。逆にスピーカー配線を切ったら、うん、抵抗値が変わるわけだから、うん、それを感知して、アップルの方でね、うん、改造エアタグだっていうことで機能不良にするとかね、使えなくするとかっていう、うん、ソフトウェアね、バージョンアップしてほしいけどね、うん、そうするとあの、犯罪に使われにくいじゃん。うんうん、もうスピーカー配線切ったら、うん、もう故障、うんうん、使えません。これが今だとスピーカー配線取れば、使えちゃう、うん。音出ないだけで。そうだね、犯罪に使えるね。ね、音出ないエアタグとか言って、うん、またヤフオクで売ってたりする。うん、あ、本当？改造されたやつ。でももうそもそもね、音出なくした時点で使えなくなれば、うん、そういう犯罪に使われないんだから。うん、僕はそういうつもりじゃなくて、うん、もうまさに今言った、車を探す、うん。まあ、バイクを探すことないかな。うん、バイクなんか止める場所も決まってるから、うん、本当バイクに仕込んでない。バイクはまあ盗難だね。盗難ぐらいだよね。でも盗難で追跡使えねえから、うん、まあ、と思うんだけど、そんな感じ、うんうん。あと、うちのレンタカーとかにもね、うん、もしつけとけば、
お客さんがトラブった時に、うん、お客さんのトラブル、レッカーに出動する位置を特定するとかね、うん、そういうのにも使えるんだけど、うん、まあうちの代車とかレンタカーとかにそれぞれ入れとけば、ただお客さんがそのレンタカーで自分家帰ると自分家特定でされちゃって、まあするかもしれないけどね、うん、でもそれは目的が違うから、うん、あくまでもうちの車を使ってもらっているお客さんの安全のため、うんうん、何かあった時にすぐ僕がレッカー車でね駆けつけれるようにもうあの取り付けて、うん、だからお客さんにこの車は追跡装置がついてますよっていうのもちゃんと言わなきゃダメだね、うん、そうだね、うん、だから安心ですよ、うん、その代わり怪しいところ行くとバレますからね昨日ラブホテルになんか3時間ほど泊まってたよねみたいなさ何してたのみたいな個人情報だ、個人情報だだ漏れになるけど、まあ、そういう使い方もね、うん、お客様の安全を守るためにっていうこともできるのかな。素晴らしい。そのためにはやっぱりこのロボロビンのこのケース、ぜひ皆さんエアタグと購入して、合わせて購入して、設定はあこのケースはただ入れて蓋閉めるだけだしね、うん、コンタクトレンズのあれと一緒だからね、そうだね、簡単だね、うん、で1000いくらだから安いだ、うん、ね。箱もかっこいいよね。箱もね、うん、でもまあすごいあれだよ、簡易包装だよ。これ中華製とか中華製か知らんけど、中華製はさ無駄に箱に金かかってるよね、うん、そんな箱さ一回出せばもういらんのにさ、だこんなんでいいんだよ、箱も無駄なコストをかけないね、こんなんでいいのよ、これだからすごいいいと思うね。いいね。うん。まあだから、今俺、エアタグこれ1個しかないし、このケースもこれで十分なんだけど、うん、またエアタグをね、2個、3個で増やしていったら、うん、もう間違いなくこのケース買うね。うん。うん、便利便利。便利だよね。ただ改良してほしいのは、ここにリングが付けられるように、ちょっと穴が開いてるとか、うんうん、があればね。まあそうすると強度とか弱くなっちゃうかもしれない、ね。可能性はあるけど ね。まあそこら辺も考慮してね。うん、なんか、何かつけれる感じか。逆に、うん、このケースを、こうキーホルダーみたいにするやつ。そのエアタグにはあるんだよ。革のさ、うん、ブシュッと挟んでボタンでパチッてするキーホルダー。はいはいはい。見たことある。うん、ある、うん。これができる、そういうケース。うん、ね。これに何かつけると強度が落ちるよとか、防水性能落ちるよっていうことであれば、これをこうつけれるキーホルダーケースみたいのも、ロボロビンさんが作ってくれると、それもいいかもしれない。おしゃれだね。おしゃれですね。うん、これこうあって、うん。そして車のさ、シートベルトのとこにこうぶら下げとかね。そうだね。ね。いいと思うよね。もしくはさ、これ、あえて目立たないように、コンクリートみたいな色になってんだけど、逆に、蛍光色でね、夜光性があるとか、まあ夜光テープ貼ればいいんだけど、蓄光テープか。とか貼ればいいんだけど、そういう蛍光性なもので、こういうケースに入れて、逆に目立たせるっていう、ね。また第2弾、ロボロビンさん作ってくれると、またそれも面白いのかなっていう。ね、目立たなくするのは、必要だし、逆に目立ってほしい時もあるわけで。まあちょっと熱く語ったね。いいね。ね。じゃあすぐ缶はこの後ポチッとして購入してください。わかりました。うん。ね。これだって入ってたら象とかに踏まれても大丈夫。本当だよ。ね、国道走ってて象に踏まれても大丈夫だよ。本当。いねえよ。それだけか。いやーいいよねこれ。いい。かっこいい。かっこいいよね。うん。まあ以上。そういう商品の紹介と、エアタグは追跡装置には使えないぞと、あくまでも忘れ物防止タグなんだよというこういう案内でしたね。これまた磁石でくっついちゃうからさ、あ、取れねえんだ。へえ。これ取るときまたね、これ今度はね取りにくいんだよね結構。このケースからね取るときにねエアタグ落としかねない。すごいエアタグツルツルして丸いじゃない。うん、これ怖いんだよ。上手にこうやって取らないと。ああ、なるほどね。うん。取るときにね、落とすっていう、うん、結末になるかもしれない。
磁石でくっついてるの中も。うん。お互い。いや、エアタグは磁石ないから。ただ、ちょうどはまる。ここの多分スピーカーとかに磁石がくっついちゃった、うん。ああ、そっちなんだ。引き寄せられて。うん。それもちゃんと狙ってんだね。うん、すごい。うん、なんだろうね。うん、それか、この表が鉄だから。こいつに磁石はないんだけど、うん、とにかくここに入れると、めちゃくちゃ引き寄せられて、うん、パチンって。ああ、音聞いてわかるもんね。ね。まあ、開けた時にポロッと落とさないっていうこともあるけど、うん、逆に取る時に落とすっていう、うん、ね、デメリットもあるけど。いや、これすごいよ。ダブルパッキンだよ。うん、絶対これ、もうこのまま出さないよね。うん、電池切れる時に出す。そうだね。うん、それ以外開ける必要ないもんね。以上。はい。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、皆さん買ってね。買って、ゴールデンウィークは、ね、楽しい思い出を作ってください。はい、さようなら。はい、ありがとう。バイバイ。